はい、どうも、ゲージマユです。フラグチャードカウセットをやっていきましょう。トラッパー返すと。この場所でトラッパーはちょっとまずくねえか。今日はちょっとランクマッチについてね、お話ししようかなと思ってたんですけど。おー、どこにワナ置く？あ、間違った、間違った。ボタンめちゃくちゃ間違えた。 乗り越えようと思ったのにずっとしゃがんでた。 まさかのボタン間違いやな。いやー、あそこら辺置いてんね。どこ置いてんやろうな。怖いね。ランクマッチさ、今日 X で見たんだけど、調整入るらしいっすね。なんか今止まってたね。完全にね、元に戻るかどうかは分かんないんですけども、また調整が入るらしいと。もしかしたら完全にね、24時間できるようになるかもしれないし、僕ね、ちょびっとだけね、時間が伸びるだけかもしれないですね。でも今よりは、長くね、できるみたいですね。嬉しいよね。本当は全部直してほしいかなと。ね、24時間できるようにしてほしいなぁとは思うんやけども。どうなんですかね。今月ぐらいには、今月末ぐらいには、アップデで直るんかな？修正来るんですかね。6月の末か、7月の頭ぐらいかい？に、来るかもしれないですね。これはプレイヤーさんやね。ボットではないよね。もう最近ね、もうボットしかさ、マッチしなくなってね。プレイヤーなのかボットなのかわかんねえっていうね。でもこれはプレイヤーさんやな。よいしょ。OK、壊す。これからのね、DBT モバイルが、どうやったら盛り上がるのか言うたら、ランクマッチね、元に戻すのはそうなんやけども、ボットな。これはプレイヤーさんからいいけどさ、だいたいボットなんですよね、マッチしたらね。とりあえずボットを減らしてほしいっていうか、もう、なくしてほしいっすよね、正直言うてね。ボットがいらん、本当に。なんやろな、ボット来てさ、嬉しい人もいるんですよ、中には。お米2個稼げるからね、うまくやれば。うまくやればお米2個稼げるから、ボット来たって喜ぶ人もいるんですけども、大半嬉しくないんじゃない？ おもんなくない？ボットとさ、対戦したところでさ、何がおもろいって僕は思っちゃうんですよ、やっぱね。時間の無駄なんよね、やっぱな。配信者としては、動画撮ってても、ね、しょうがないしね、ボット試合ね。ボット試合撮っててもしゃあないしさ。配信者としてはね。いや、大丈夫？それ。もっと待って。どっち向きで。これ板倒すかさ、ライト救助するか悩むな。ライト救助でいい？影の実力者あるからライト救助でもいいかい？おっと、おっと、おっと、担がない？やばい、そっち向きだとやばい。そっち向きだとちょっとまずいな。ナイス。オーケー。影の実力者強えな。めちゃくちゃ強いね、このパークのやっぱ。それは無理やないか。さすがに2回はきついぞ。俺間に合わへんよ、それ。板倒すしかないけど。ちょっと待って。ちょっと待って。やばい。ちょっと待って、どうしよう。どうする？どうする？板のとこに、もうちょっと板のとこにいてくれれば、ワンチャンいける？ワンチャン、いや、もうちょっとできれば板のところにいてくれると嬉しいかな。いや、でもこれ起こせないよね。厳しいよな。もうちょっと板のとこにいてくれたら。ちょっと回復待つか、これ。ちょっと回復待っての。もうちょっと板まで来ないか。あ、それともこっち来る。それでもありだよ。全回復した？ OK、行こう。よし。止まって。オッケー、逃げよう。よしよし、ブロック入るよ。肉入るよ。あー、やばい、すごい、すごいラグや。もうさ、このラグ、
ラグいのよ、もうほんまにね。これもきつい。ナイス。ナイスダブルライト。まあ、とりあえずランクマッチの時間戻してほしいのとさ、ボットなくしてほしいっていうのとさ、あと最後にこのラグな。バグラグなんとかしてくんないと、まあ、なかなかな、モバイルは人気取り戻せないんちゃうかなと思うんですよね。まあ、人気を取り戻すっていうか人気にならないかなと思うんで、まあ、なんとかね、まあ、運営さんにはちょっと頑張ってもらいたいかなとは思いますよね。とりあえずこれつけちゃおうぜ。ボットじゃねえ、ノーワンかい？ノーワンの可能性ある？やめとく？ノーワン警戒する？ノーワン警戒して救助行ってからにするかい？そういう感じ。なんかノーワンありそうだよな。これ底抜きでもええけどさ。これバレたよね、俺ね。これ絶対バレたよな。やばい。OK、そこ置いた。行くの？行くの？一人で。ちょっと待って。ちょっと待って。OK。よし、いいよ、つけて。いいよ、つけちゃって。こっち来るかな？やべ、あの子ずっと割れてる。もう上げちゃうか、これ。とりあえず上げちゃって。どうのわ？お、ナイス、レナリー。レナリーナイスすぎる。まさかのレナリかい。俺と一緒のついてるやんけ。ちょっと待ってな。どこ行った？どう、ノーワンある？ノーワンはどうだい？邪魔だよね、ノーワンだよね。やべ、俺バレた？バレてない、ラッキー。オッケー。ザー、逃げよう。でもノーワン壊さないといけないな、これな。どこだ？小屋かな？どこだろうね。まあ、ノーバンはね、もうオーラがね、見えるようになったからね、だいぶ弱くなったけどな。いやー、それは間に合わへんな。そっちの向きだと無理だね。どこだろう？こっち側かな？ないねー。こっちかい？とりあえず、こっち。あ、寸止め？なるほど。いや、釣られた方じゃないのこれ。釣られた方か、小屋側か、ですかね。これ、釣られたとこだったらまずいな。ちょっと、罠が怖い。ここら辺、罠がめちゃくちゃ怖い。うわ、ないね。ないな。みんなも見つけれてないね、これね。おー、みんなも見つけれてないわ。これマジだ。ちょっと待って、それ釣り交換行かないと。担ぐ？担いでくれたらラッキーやけど。オッケー。これ肉壁もらえるか。ナイス。さあ、ちょっとそんな間に俺は探そう、これ頑張って。どこ？いやー、でも探してる間。ないね。え、本当になくない？みんな見つけれてない。小屋か、やっぱりこれ。ないわ。小屋でもない。え、どこ？うわー、これはもう出るか。しゃあないな。これ出るしかないね。まあ、血の番に警戒だけして。OK、出よう。いやー、わかんなかったな。上の場所な。待って、今なんか下行かなかったか。なんか下行ったよな。上やなくて、下いたぞ。ちょっと待って、みんな出れたか？あ、大丈夫だね。いやー、ノーワンだけ分かんなかったですね。はい、ということでね、今日はちょっとまあ、ランクマッチのね、まあ、ランクマッチの調整入りますよっていうお話と、まあ、ボットなくしてっていうお話と、まあ、あとはね、まあ、バグとラグな、なんとかしてくれっていうお話でした。まあ、早くね、まあ、DVD モバイルがね、まあ、これからももっとね、まあ、良くなっていけばな、っていう風に、思います。なんでここでバグるね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。